ピオさんは久保の左は使い方次第でいいって言ってたんですけど、具体的にどういうことですか？あれですね、ビジャレアルの頃とか、左ウィング苦手言われたけど、左サイドバックが幅取らないから苦しんでただけっていう。で、久保が張ったら張ったで、今度内側で待ってる選手いないから、基本サイドで孤立して1対1するか、ライン間で孤立して潰されるかっていう、潰しに出てこられるかって状況だったんですよ。だからその配置整理してあげたら、右でも左でも技術高くて器用な選手だからやれるっていう。そしてでもこれ、前半久保どんぐらい活躍してたかわからないけど、苦しいと思いますよ、この。超ハードル高い状況でやってるから。受けにくい状況でね、ボケさせられてるみたいなことだからね。だから、利き足の方に置いてるのは、サイドバックがね、上がる時間がない、そのカウンターの時とかは、相手のサイドバックが上がってたりするから、そこのスペースに流れてクロス入れたりとか、スピーディーな攻撃できるようにするためかなと思ってるんですよね。利き足と逆サイドだとカットイン狙ったりとか、その内側に向かっていくから、相手のこの開けてくれるスペースを使いにくかったり、使わない選択肢を選びがちになる。だから、カウンターの時、伊東純也とかさ、日本代表の話で言うと、パッて開いて右サイドとかでさ、こう利き足使えるじゃん。でも、堂安使うと左でさ、右から行きたいから、カウンターでサイドにスペースがあるのに中にどんどん行っちゃうから、スピードダウンするみたいな。だベイルとかもスパーズで出てきた時、左サイドとか、あとトップ下から流れる役割だったのは、そっちの方が空いたスペースを活かせるから。ポゼッション型のチームでグッと押し込んで、中で連携させたい場合は、利き足と逆サイド使ったりとかする方がいいんですけど。星を眺めるラブレターが戻る。